さあ始まりましたあんこ映画チャンネル、イエーイ。ギャルピース、はい、ということでございまして、本日もゲストが来ております。ゲストはこの方。はい、はじめましては、ドキドキ、二度目に会うときはお知り合い、どうも、クレヨンしんちゃんグッズ、ギネス世界記録持ってます、野々原せいなです。よろしくお願いします。イエーイ。盾を、またいいんですか、私して。嬉しい。あと毎回自己紹介の方があれなんだよ、はい、目立っちゃうんだよ。そうですか。わ、いいね、はい、何度見ても。え、さ、ちなみに、はい、私持たせてもらって。あ、もちろんです。いいですか、テム君。逆に普段カーテとかしてるんですか。結構傷だらけなんです。いや、そうなのよ、ね、わ、これ見て、初めてギネス持った。じゃあ、これ持って帰ります、これ普段は飾ってるの。普段はそうですね、お家に飾ったり飾らなかったり、うん、なるほど。これもう1枚あるんで、本当はもうちょっと簡易的なやつを持ち運んでるんですけど、今日はちゃんとしたやつを持ってきました。本当にしかとご覧あるなんて、みんな、はい、ということでですね、今日はですね、そんなですね、うん、クレヨンしんちゃんギネス保持者が持っている、それこそギネスを取ったグッズの中のおすすめグッズ紹介してもらいます。イエーイ。グッズ数は2854個です、ね、認められたのはそうなんですけど、今も多分4000個くらいあります。あ、え、認められないやつもあったの。あ、あとそれがもう1年前なんで、うん、増えたってわけです。あ、そういうことか、そういうことか、そういうことか、はい、いや、もう常に進化し続けてる。常に増えてます。え、ちなみに今回あの新作の新次元、はい、しんちゃんのグッズも買われてましたよね。そうですね、買いました。 YouTube 上げました。あれ、やっぱグッズ買うときはやっぱ劇場で買う感じ。そうですね、あとでも結構今新着ショップが増えて、東京駅にもあるし、ああ、池袋のサンシャインにもあるし、はいはいはい、なんでいろんなとこで買います。ということで今回はオフィシャルのですね、はい、おすすめグッズ紹介してもらいたいと思います。はい、今日は何点。あ、1個持ってきました。あ、エリスグリの1つを。じゃあその1つ、はい、お願いします。はい、ちょっとあんこさんが映画が大好きということで、うん、はいはい、こちらです。ちょっと開けてるんですけど、おうおう、こちらクレヨンしんちゃんカスカベシネマー。わー、なになにこれ、知らない。これね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。あのしんちゃんたちと一緒に映画を見てる気分になれる。わー、すごいわ。すごいんですよこれ。しかもめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いし、うん、一つ一つのパーツが本当にちっちゃくて、うん、これ箱、箱ごと、あの、あれだよね、遊戯王カードで一ケース買うみたいな。うん、あ、これ遊戯王カードを例えばちょっと分からなかったですよね。これじゃあ本当は別売りでもあるの。別売りでもあるけど、これおと、あのシール上がれてるけど、大人買いもできますって書いてあるやつなんで。大人帝国だけにですか。大人帝国は関係ないと思う。さあ、見せてもらいましょう、はい、これいい、これ、はい、ぜひ開けてください。え、開けていいの。え、もちろんもちろん。マジで開け、うん、はい、もう開封動画になるよこれ一気に。もちろんもちろん。え、マジで。多分1個しか開けてないんですよね。え、じゃあマジで開けちゃっていいですか。開けてください。開けてない、やっぱり。これね、ちなみにこういった形ですごいんですよこれ。本当にしんちゃんと一緒に、こうしんちゃんと一緒に映画を見れるみたいな。いいね。うん、わ、じゃあちょっと開けます。全然、いつも私あるあるなんですけど、はい、グッズ買うだけ買って全然開けないんですよ。確かにグッズいっぱい持ってるけど開け方でいいなっていうね。え、じゃあそれで俺から言っていい。あ、どうぞ。もちろんもちろん。誰だろう。サバン。あ、ぼーちゃん。ぼーちゃんです。わ、いいね、座席も。そうなんですよ。わ、ドリンクホルダーもちゃんと穴が2つ。え、これマジでいいの、開けちゃって。逆にありがとうございます、開けてくれて。あ、俺お手伝いでしたっけ。私も開けちゃおう。そうね、ちなみに何入ってたの。こちら、じゃん。わ、出た、風間くん。風間くんね。風間くんだから、これが去年の映画の焼きそばパンが入って、一昨年か、一昨年の映画の謎解きの、あの最後レースするんだよね。そうなんです、焼きそばパン。これ全部開けてつなげたい。あ、いいね。結構椅子とかも立派じゃないですか。いや、てか、これマジで本格的。
あれだよね、劇場じゃないグッズだよね。はい、普通に売ってるショップとかグッズです。はいはい、かわいい。わ、むちゃくちゃいい。うわ、すごい。ポップコーンもちゃんとそこまで。かわいい。風間くんセットは焼きそばパンです。いや、いいですね。これしかも片方を外してつなげられるんですよ、うん、手を。え、あ、なるほど。え、じゃあこっちは外さなくていいね。そういうことか。あれあれ、どうやってやるんだろう。わかんない。あれ、あ、こうか。あれ、こしたらペアシートになっちゃう。いや、ペアシートや、ペアシートや、これペアシートじゃないか。ババン、いいですね。やっぱ映画好きなんでね。いや、ありえたいですよ、こんな。ちなみに、フェアネームは、はい、推しのキャラクターは誰かいるの？は、しんのすけだけです。うん、あ、だけ？だけです。お、浮気しないですね。しんのすけガチ恋なんで、私結婚したい。結婚したいです。いつも言ってます。しんのすけが他の女の子と手つないだりとかしてるの、ま、マジで嫌で。おいおいおい、ガチ恋やないから。本当に嫌なんですよ。一番映画とかそういうシーンありそうだよね。めっちゃ、まだ二次元だったらまだいいけど、はい、結構舞台挨拶とかでその年の声優さんとかと、はい、ゲスト声優さんとかと手伝いでるのとか、本当に本当ダメで。ガチ恋の人の見方だ。マジで目つぶります。そっか、そういう戦いもあんだな。そうです、ね、好きがゆえに。本当にめっちゃショックで、今ちょっと思い出してテンション下がってます。あ、やばいやばいやばい、シュー。もう番組いっちゃうべ、行った方がいいよね。はい、暇暇。そっか、しかも白って白と暇。犬も映画一緒に見て。でも、あ、でも一番もう今日映画ね、この収録前見てきたんだけど、はい、なんか改めてそう思ったけど、はい、多分クレヨンしんちゃんの世界で一番まともなのって、はい、俺白だと思う。あ、そう、それよく言われてますね。あ、やっぱそうなんだ。はい、白が一番いい子、頭いいし。そうだよね、うん、白が一番まともって言われてます。白まともだよ。あ、お、ねねちゃん。あ、いいですね。あ、でもちょっとさ、俺ちょっと一個だけショックですよ。何ですか？やっぱねねちゃんだったら、はい、うさぎのぬいぐるみついててほしかったっすね。あー、今回はついてない。今回、うちは、あ、うちは、あ、こういうのあるんだ。ねねちゃん、アイドルになりたいんだ。あー、そっか、そうだった。スーパーアイドル。でも、あと、2ケースか。あと、はい、これコンプできんのか、できないの。あ、できんのかな。あ、コンプできます。コンプセットなんで。あ、そういうこと。はい、いいよ、いいよ。じゃあ、マサオくん出た。あ、しかもこれ、そうそう、一個一個に全部にこの、うん、こういうポスターとかがついてて、はいはい、一緒に、あとこういうパンフレットもついてるんですよ。めっちゃちっちゃい。めっちゃ小さっ。めっちゃ小さいけど、ちゃんとパンフレットとかもついてて、すごい、結構中身も充実したというか、うん、すごいな。そっか、作品の、あとチケットもついてます。え、あ、本当だ。え、それで映画館行けるか。行ける、海行けるかな、やってないけど。いいんですか、こんなゆるゆるな。あ、 YouTube で、はい、あの、うちは本当に映画にしても、はい、あの、考察とか全然しないで。あ、そうなんですか。はい、ただキャッキャ言って終わります。はい、じゃーん、出た、マサオくん。しかも、ちょっと悪いと、悪い時の悪マサ謎を解き天下作家だけ、その時のマサオくんめっちゃ好きで、あの、そうそう、リーゼントの、リーゼントの潜入捜査でちょっと悪い番長のところに、あの、行くって言って、マサオくんが悪くなって帰ってくるっていう、だいぶ悪くなって帰ってくる。そうそうそう、ね、めちゃくちゃ笑ったんだよ。マサオくんすぐ調子乗るんだよな。大人帝国のこの運転のシーンとかでも、はいはい、あ、さね、はい、これだけ開封されてました。そう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 、さすがですよ。そうそう、それだけ開封しちゃったんだ。やっぱ推しのね、しんちゃん、そう、バイバーイ。いいですか、しんちゃんセンターじゃなくて。確かに。
そうです。あ、すごい。お、これで全部見て、ブリブリーザイモンのポップコーン。あ、そうなんですよ。それめっちゃ可愛くないですか。実際売ってほしいですよね、それ。あの、今さ、映画館でよくこういったコラボ、はい、と特にあのピカデリー系列というか、うんうんうん、新宿ピカデリーさんとかが、要はポップコーン の、 あの器、はい、いろいろコラボやってんだけど、はい、しんちゃんのないのかな。あ、やってますよ、今 3D の。やってる。でももう結構売り切れちゃってますけど。あ、やっぱ人気なんだね。そうなんですよ。できたー。できたー。バババババ。かわいい。やっぱり並べるとめちゃめちゃかわいい。ねえ。かわいい。さあ、来ましたよ。主役は端っこで。端っこでね。かわいい。さあ。映画好きの皆さん、ぜひね、これを前に置いて一緒にこうやって映画見たら一緒にめっちゃ一緒に見てる感覚になりません？そうね、自宅ではいいけど、映画館じゃ邪魔ですめっちゃ一緒に見てる感覚になる、これ。あ、でも確かになんか一体感半端ないな。ね、思ってた以上だななんか一個だとあれだけど、こう並んでたらこうテレビ置いてこうやって一緒にポップコーン食べて、めちゃめちゃ良くないですか、これ。いや、これいいよ、これこれあれだよね、逆に例えばテレビで見るとするじゃん、家で映画、うん、これ前だったらちょっと嫌かも。なんかこっちが前向いてたら、しんちゃんたち。あ、そう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 、これがいいよね、意外に。この一緒の向きをこの向きがおすすめでございます。いや、でもちょっとこんなグッズもあるなんて。そうなんですよ、さすがでございます。かわいい。これ今も売ってるのかな。今も売ってると思います。はい、はい、売ってる。嵐を呼ぶクレヨンしんちゃん春日部シネマ全6種類、こちら本日されのおすすめグッズ、映画好きもおすすめグッズでございますということでね、はい、いや、こういうのを知ってみてありがとうございます。ありがとうございます。逆に一緒に開封してくれてありがとうございます。はい、一緒にお手伝いさせていただきましたということでね、はい、今回コラボ、はい、ありがとうございます。貴重な ね、しんちゃんの熱い熱意、熱意ファン、うん、その気持ちとバイブスと、あとはギネスの記録もまさか生で見させていただけるなんて。あ、いやいやいや、ありがとうございます。ということで本日はさらなるゲストでございました。さらなるチャンネルにも私出させてもらうので、ね、はい、ぜひそちらも見てくださいということでね、最後、はい、クレヨンしんちゃんの魅力をちょっと言って締めてよろしいですか。いや、もうね、ちょっとね、どうしよう。いっぱいあると思うけどね、なんかね、ちょっとしんちゃんの魅力っていうか、好きな気持ちでもいいんで、で、これをこの気持ちを、はい、東宝さんでしたっけ。東宝、そうですね、東宝さんにぶつけましょう。あ、いいですそうクレヨンしんちゃんこんなすごい人がいるんだというのをね、皆さん届けてくださいよ。来年の映画お願いしますね。でもちなみに出たい側？もちろん出たいですよ。もうそれを夢にやってます。だゲスト声優だよね。出たい。もう何でもいい。なんかしんちゃん の、 原作とかによく、この間錦鯉さんとかも出てて。あ、出てた出てた。錦鯉さんっていうことを書いてるんじゃないけど、明らかに錦鯉さんみたいな感じで。出てたりとかしてたから、なんかやっぱそういう出方があるから。確かに、そっか、作品の中に入りたいみたいな。作品に入りたい。じゃあなおさらですよ、ちょっと最後、はい、魅力というか、はい、しんちゃんとは、しんちゃんの思い、何でもいいんでぶつけさせていただいてもらってよろしいですか。はい、はい、クレヨンしんちゃんとは私にとって第二の家族です。これはということで本日はスタジオでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。パン。